F3 計画を統括する三菱重工に加え、日本企業が続々と参加している。新たに参加するのが川崎重工業と NEC だ。では詳しく見ていきます。早く完成を見てみたい。現在、航空自衛隊が保有している国産の F2 戦闘機の後継機として、次期戦闘機 NGF、通称 F3 の開発が、三菱重工業を主体として開発が進められている。この NGF は、ステルス性の高い、いわゆる第6世代戦闘機として現用の、F2 戦闘機の退役が始まる2035年までに開発を完了させ配備を開始する計画とされていて、2024年には試作機が登場する予定となっている。NGF に搭載される予定のエンジン XF9 のプロトタイプは、2018年に、6月に IHI より防衛装備庁航空整備研究所に納入されて現在試験が実施されていて、防衛省からこれまでに発表されている。モックアップなどを見る限りでは NGF には、この XF9 を総発で搭載するものと思われ、開発イメージとしては米空軍の F22 ラプターのコンセプトを受け継いだ、聖空戦闘機的なものになるのではないかと予想する向きが多い。同じ第6世代戦闘機である英国のテンペストや仏独共同開発の FCAS がマルチロール機としての性格を持っているのと違い、 NGF は純粋な聖空戦闘機として独自のカラーを持つことから、海外から注目をされているのである。 NGF の心臓であるエンジンの XF9 の試験はその後も順調に推移していると思われ、ステルス機としての外観が見え始めてきた現在、開発は次の段階である電子システム関係アビオニクスに進み、同盟国との協議の上で開発を協業すべく、米国企業の選定段階に入っている。NGF の開発を準国産化としない、できないのには理由があり、それは、かつての F2 戦闘機開発まで遡る。F2 戦闘機の開発当初は、完全国産化を目指していたものの、結局は、米空軍の F-16 ファルコンをベースにして、開発が進められた経緯があり、当時は、この背景が、米国による政治的な圧力がかかったためではないかと、疑いの声が上がったのだった。しかしながら、実際には、国内メーカーにおけるジェットエンジン開発の、ノウハウが不足していて、第4世代戦闘機における、アビオニクス関連の情報開示を含めて、米国側から技術供与を受けられなかったことで国産化を断念したことが理由として大きいのである。その後のジェット戦闘機の運用における電子システムの発達と重要性はさらに高まり、もはや空中戦においてすら戦闘機単体の性能差の優位性は薄れ、電子システムが統制する兵器の一つでしかなくなっている。そのため、現状ではシステムを開発した米国企業との協業は不可避であり、仮にもし国産化を無理に進めたとしても完成した戦闘機はただ飛ぶだけのものでしかなく、実際の戦闘においては何の役にも立たないのだ。それらの理由で日本政府は
NGF 開発を進める上で、三菱重工業との協業を依頼する米企業として、ロッキード・マーチン社、ボーイング社、ノースロップ・グラマン社を候補として選定を進めていたところ、2020年12月18日、岸信防衛省の記者会見において、NGF 開発の協業先が、ロッキード・マーチン社に決まったとの発表があった。また、岸防衛省は、令和3年度の予算折衝での NGF の開発関連経費を、576億円として計上することも明らかにした上で、最終的な総開発費用は、2兆円を超えるとして、防衛省が管轄する事業の中でも大きな、プロジェクトとなることが分かった。さらに、岸防衛省は、NGF の開発においての必要な支援と協力をロッキード・マーチン社から受けながらも、開発の主導は日本であるとして強調して、将来的には日本独自の判断で能力向上のための回収の自由度を確保していくとしている。今後の懸念材料としては、ロッキード・マーチンの支援、協力を受けたとしても、同社からの情報開示が不十分であれば、日本による回収の自由度が低下することにあり、技術輸出への米政府の許可がどこまで出してもらえるかにあり、防衛省は、状況によっては、電子機器分野において、英国の協力を仰ぐことも、視野に入れているという。今回の協業候補として挙げられた米国の3企業はそれぞれ長所があって、例えばロッキード・マーチン社は F-22 ラプターや F-35 ライトニング2におけるステルス関連技術に長けているとされ、 F-15 イーグルや FA-18 ホーネットなどの開発実績があるボーイング社は機体などの複合素材の技術に優れ、戦略爆撃機 B2 スピリットや B21 レーダーのノースロップ・グラマン社は各種のセンサー、レーダー関係に秀でていると評価されている。その中でロッキード・マーチン社を選択したのは、やはり日本がこの先 F-35A-B を導入するにあたり、小牧に F-35 のための FACO、最終組み立て、検査、ファイナル、アセンブリー、チェック、アウトを稼働させているなどのつながりが大きいことに加えて、NGF の配備が開始されたとしても、当面は F-35 との併用となるためにアビオニクスの絡みもあって、必然の選択と言える。しかしながら、ロッキード・マーチン社からの F-35 関連の情報開示や技術移転に関しては不満の声を上げる同盟国が多く、日本に先駆けて FACO を稼働させているイタリアなども満足な情報をもらえてないことがあって、日本に対してもどこまで情報開示や技術移転がなされるかは懸念されるところだ。それゆえに、防衛省では、例えば、エンジン関連では、実績のある英国のロールス、ロイス社などとの協業を視野に置き始めたとされているのである。最後に、この先、日本が NGF 開発を進めるにあたって求める性能を、考えてみると、NGF の配備が始まる時点での主力戦闘機は F-35 であり、それとの併用での運用が考えられる。F-35 の欠点の一つに、ステルス性能を追求した、あまりに燃料搭載量が少なく、
航続距離が短いことがあり、それを補い、意味で、NGF には長い航続距離性能が求められている。また、F-35 がそのステルス性能を発揮するにはミサイル兵装をウェポンベイのみに収めなければならず、現状では4発しか搭載できない。ただし、ロッキード・マーチン社ではウェポンベイ内搭載数を増やす改装中。そのため、NGF には長い航続距離と数多くミサイルを搭載できる。ウェポンベイが必須で、機体の大型化は避けられず、大出力かつコンパクトなエンジンが必要とされているのである。そして、もちろん、アビオニクスにおいても、この先の戦闘形態を考えれば、友軍機や艦艇のみならず、陸上基地とのリアルタイムでの、情報共有ネットワークへの対応が必須であり、友軍機との連携も、有人機だけでなく無人機の統制なども加わって、より高度なものが、必要となる。この先、NGF が期待通りの性能で完成し配備されたならば、現時点ですでに困難とされている北朝鮮による弾道ミサイルの迎撃手段として、長い航続距離を持つ戦闘機が長射程空対地ミサイルを搭載し、弾道ミサイル発射前に敵基地を攻撃することが可能となる。ただし、その前に常に議論となっている自衛隊における専守防衛の概念を政治的に明らかにして解決しておかなければならない。